譜代、譜代は、父から子へ、子から孫へというように、同一血統の中で正しく継承が行われてきた、家系及び、その属性、系統の正しさを証明する、系譜類などを指す。また、特定の歯科に代々使えてきた家臣の系統を指して、譜代の臣、譜代のものなどとも称した。なお、中世以後には、譜代という表記も用いられた。なお、 礼修下職員礼事部署上には古記を引用して、譜代を天下人民の本性の説明なりと定義している。譜代という言葉は日本初期建造天皇記に記載されており、遅くとも奈良時代には存在していた。また、軍事の先人において、戦場例では採用を重視する旨が記載されていたが、実際には古代豪族の末裔である、 不大軍事の起用がしばしば行われており、平安初期後は不大であることが任用の要件とされるようになった。また、軍旗でも不大であることが重要視された。このため、事務省は軍旗不大長、式部省は軍事不大長を諸国に命じている。また、事務省の職省の一つに、士族の不大に関する紛争の処理があり、こうした不大長や不大図と呼ばれる、 頭頂類を参考に審議が行われたものと考えられている。官職地位の世襲化が進むと、官職や地位、それに伴う科学、武芸などの技能が一つの家系の間で継承されるようになる。特に武家の主従官では、代々同一の闘領の家に仕える武士を、不代重大の家と呼んでこれを重んじた。平家物語においては、 不大急戦の兵略を継ぐという要霊が現れ、あず鏡には大馬影地下近を元家不大御家人と呼称している上鎌倉時代後期には執権法上氏が幕政の権限を握って、法上氏不大の家臣を大内人と呼んで、一般の御家人である戸様と区別した。室町幕府でも足利将軍家に服属する守護大名の格式を不大と、 とざまに分けて明示し、それが、夕食古術として、個々の武家でも用いられた。また、守護大名や黒人領主の家中においても、普代ととざまの家臣の違いがあり、とざまの家臣は、主家の攻房において、居衆の自由があったのに対し、普代の家臣は、主家と運命を共にする義務があったとされる。戦国時代の東道高虎は、武士たる者七度君を変えねば、 武士とは言えぬと述べているが、それが許されたのは、戸様の家臣であればこそであった。江戸幕府においては、関ヶ原の戦い以前から、徳川氏に仕えて大名に列したものを、不大、大名、それ以後に徳川氏に侵入した大名と区別した。不大大名は、ほとんどが十万国以下であり、五万国以下の大名も、多かったが、抜閣につけるのは一部例外を除いては、 普大大名に限られていたために老中などの養殖について幕府内において大きな権力を振るうものもあった。ただし、普代、大名及び旗本の間でも徳川氏に主観する時期によって三河州、金国州、関東州と分ける慣例もあり複雑な構図になっていた。また、諸藩においても家臣の出資時期による普代、戸様の別、普代の区分が存在した。 農村においても本百姓に隷属する普代下人と呼ばれる人々が存在していた。朝廷でも武家古実の影響を受けて中世末期より天皇との親祖関係によって普代に相当する内々州と戸様まに分けられ、江戸時代には内々州と戸様まに属する同情化が固定化されるようになった。中世以降商業が活発になると、 不代下人などの形態も見られるようになる。下人の雇用形態は、江戸時代に入ると、年期奉行などが主流になるも、親が世話になった昇化に子が、デッチ奉行に入るなど、不代的な労働形態も存在した。ありがとうございます。